武井さんは肩周りを柔らかくしているとおっしゃってましたが、肩周りはどうやって柔らかくしていますか？バレエで肩甲骨の動きを良くしたいと思っています。またトレーニングの前にどのような準備運動をトレーニングに組まれているのか知りたいです。だって、まあ柔らかくっていうのは別にその肩甲骨の動きがいいとかどうとかっていう問題ではなくて、なんて言ったらいいんだろうな、その人体がビロビロになっててどこまでも可動域があるとかっていうことよりも、動作がどの角度に行っても柔らかさを保てるというか、いろんな角度に行っても、こう自分のここに行ったらここしか動かないとかね、その自分の腕がある場所、肩が向いてる時にどういったところがしっかりとしたパワーを伝えられる動きができるのかっていうのを理解すると、肩がただ、関節が柔らかくてグニーってなるとかじゃなく、柔らかい動きのできる肩関節の動作を獲得することができるので、僕が柔らかいって言ってるのそういうことです。動作の中で肩関節を、あらゆる局面、あらゆる体勢、ポジションで肩から先のパーツを強くしなやかに使えるかっていうところにフォーカスしてるので、決して肩甲骨をよく動かすとか、なんか人体が柔らかいとかっていうことではないんです。なので、柔らかさとか肩甲骨がこう剥がれるとか、まあそれはできますけど、こうポコンって出したりすることは、そんなことは人体の構造上当たり前にできることなんで、誰でも。そういったことよりも、やっぱりしっかりとした、あらゆるポジションでしっかり力が入る肩の関節の動力性能を鍛えてあげるっていうのが重要だと思います。